2005.23バンコク2007年4月2007年2008年クアラルンプール国際映画祭シティヌールハリザはマレーシアの歌手1979年1月11日マレーシアパハン州のトゥムルラという町で7人兄弟の4番目として生まれた母親は歌手兼バイオリニスト兄のアイエもプロの歌手という音楽一家だった10代の頃から 数多くのオーディションを受けるようになり、1995年に受けたテレビ局主催のオーディションでは、先輩女性歌手、アイシャのカマール・ヤン・ブランを歌って、見事優勝。大いに注目を浴びた。そこで最初に声をかけたのが、アイシャの音楽プロデューサーでもあったアドナン・アブハスさんで、早速彼は指揮を当時所属していた、スリアレコードに紹介。さらに、プロデューサーとして、 彼女を後押しすることを約束した。1996年に17歳でデビュー。翌年の2作目では大ヒットを記録。さらにシティの名を広めたのが続く、近代だった。アイドル歌謡から一転して、伝統歌謡に挑戦。制作にはアドナに代わって、伝統歌謡を得意とするパックンが、S アータンを迎え、万全の体制で臨んだ。このアルバムはマレーシアにおけるソロ歌手の、 最高売上記録を作り、シティは大歌手として君臨することとなった。ありがとうございます。